はいレオンンチャンネルです今回紹介するのはこちら食丸 F トイズ鬼滅の刃日輪刀コレクションです。 はい、珍しい食感を買ってきましたが、そしてなんでここに滅びがいるかっていうと、動画のコメント欄でレオンさん、最近発売した日輪刀コレクションのこの食感の刀を滅びに持たせるとめちゃいい感じにサイズ合いますよっていうコメントがいくつかありまして、それで組み合わせてみようと買ってきました。っていうか最終回でもさ、アークスコーピオンが日本刀を使って変身アクションするっていう あの一連の流れもかっこよかったし確かに炭治郎のこの黒闘身とかアーツに合いそうこのサイズでもどれくらいなんだろうでこれが1個550円なんですけど全10種類でワンボックスで10個入ってますからこれでおそらくコンプしてるはずというかアマゾンでなぜか2600円で未開封って売ってましたから半額以下で買えた感じかなラインナップとしては炭治郎1炭治郎2 これあれか黒いのが専用のやつだから鱗滝さんに借りたやつだったっけで全逸イノシシこれ2本あってもいいっすねで富岡さん剣としてはこの5種類なのかでクリアカードが全10種類なわけねそういうことねとりあえず開けながら滅びに持たせてみようどういう風に入ってるのかあーすごいすごいちゃんと入ってる 確かにこれは1個550円するわけだ。1番のカラーの炭治郎の、あ、刀すごい。刀部分めっきり光ってるじゃん。え、完成度すごい高い。で、クリアカードが、炭治郎の青い上着バージョンが入ってると。あと、お面もね、この鞘の部分にスッと差し込んで、 あ、確かに、えっと、滅びこっち向きだ。この、あ、このサイズ感、このサイズ感、本編感ある。あーなるほど。15センチサイズのフィギュアにこれは最高にいいかも。あ、でもグリップが思ったよりギリギリなのかなあ、でも全然いける。こういう風に。うーわーうーわー すげえちょっと後でやりますけど、あれじゃん、左手に持ってさ、突き立て、突き立てれば、アーク、アークスコーピオンに変身するときみたいな遊びができる。ああ、ほんとだこれは教えていただいてありがとうございます。後でこの和風ライダー系にも持たせてみましょうか。で、こうやって、要この台座に置いて、 ト0カっていうのかなで、クリアーカードをこういう風に。あー、すごいわ。これは550円するわけだ。じゃんじゃん開けよう。はい、黒いやつ待ってた炭治郎の一番標準カラーですね。そして、ノ之助2本欲しい。ていうか、2本ずつ入ってる感じなのかはい、善逸。雷の呼吸状態ですね。 そして、はい、炭治郎の1カラー。ああさらに、あれ炭治郎めっちゃ出るな。炭治郎の標準カラー、2カラーですね。そして、おーイノスケイノスケいいねなるほどなるほど本編通りこの鞘の部分が全部布でぐるぐる巻きにしてあるんだ。で、刀身がこの欠けてるような感じになってるやつね。 イノスケはさ、二刀流だから、二本あると、いいっすよね。はい、全、い、つ。ちょっと一旦出して、後で、全部見ますので。あ、これもう、こう、来てるんだそう、こうやって、持たせられるわけっすよ。アニメ一期の終盤で、地震喪失して、ベッドにずっと横たわってるイノスケが可愛かった。はい、富岡さん。富岡さんもこれ、 刀身青いんだなぁ。そして、ちょうど2本ずつか ?2 本ずつだ。はい、富岡さん。はい、ということで全部出して並べると、こんな感じで、アニメのワンシーンだったりとか、定番のキャラクターだったりとか、いくつかのパターンはありますが、刀と一緒に飾れるのはなかなか映えていい。 付属品まで充実してるのはさすがは定価550円って感じですね。で、クリアカードは全10種類ってことでワンボックス10個なので全種類の絵柄が揃いました。刀としてはそれぞれ2本ずつですね。っていうか普通にカードを飾らなくてもこれだけで十分かっこいいっすよね。ちなみにアーツの無双セイバーとかを前に置くとこうで、要は無双セイバーとかより長いんすよね。 で、クリアカードは、一部ホロになってて、すごい質のいいものが入ってて、裏側は真っ白ですね。はい、イノスケ。縦型と横型とありますね。はい、富岡義勇炭治郎。で、この辺はアニメのワンシーンからカード化って感じで、和柄になってるのもいいですね、背景が。はい、炭治郎に、 善逸、雷の呼吸状態と、通常の善逸と、炭治郎。絵柄的にはこの辺が好きだな。そして、今回の5種類の刀も確認しましょう。というか、この、鞘に収まってる状態で、こういうところまで、こういうところまですごい細かく再現されてるので、むっちゃかっこいいっすね。というか、パッと滅びに持たせるつもりが予想以上に、 クオリティが高くて、もうこの商品自体に魅了されてるんだけど。これが一番の炭治郎カラーで、黒い刀身ではありませんね。これメッキが使われてるからさ、ほら、刀ちゃんとこうやって光るんですよ、角度によって。これやばいっすね。尖ってるし、塚の部分なんかもモールドで非常に綺麗ですし、ツバも造形細かいっすね。で、鞘の このね、出し入れがすごいスムーズなんですよ。これすごい。そして、標準カラーの炭治郎2番のやつですね。黒い刀身でおなじみの。これが滅びとかに持たせると、ちょうどイメージいい感じかも。でも波紋部分とかがほら見えるんですよね。この光り方わかる すごい。で、こういうところもやっぱりそれぞれ造形が違うんだな。ツバの部分。で、これもツカーはおなじみの黒赤になってて、一番下が人留めだったっけそういうところも塗り分けられてますからね。さ、ま、や、あ、側の小尻こういう箇所まで全部再現されてるのすごいよな。さらに、 富岡さんこれはでも富岡さんのもうまんまカラーって感じもう服装の色だもんね柄とかつば部分が白と水色と赤色この辺がゴールドになっててあっち滅殺って書いてあるしこれどうやって塗ったんだろうさらに刀身がグレーとブルーとシルバーの3色で 表現されてますね。細け。細かいな。これも見た目かっこいいな。で、さらに前逸。前逸はね、真っ白にあれだよね。あ、そうそうそう。こう、イカが落ちたような模様になってて。 善一自体が雷属性系なので、これはキャラにすごい合ってますよね。ここもめ、ここもメッキイエローの塗装で表現と。で、この辺も変わった飾りがついてるし、束の部分キャラごとに全然違うんだよな。で、鞘に関しても真っ白になってると。そして、井之助はね、いい加減で乱暴なキャラらしく、もう鞘とか、 束の部分が布でぐるぐる巻きにしてあって、で、しかも今回ワンボックス買えば確定で2本ずつゲットできますから、これで抜刀して二刀流状態も表現できるわけですね。そしてこの再現が難しそうな刃の部分をうまく作り込んでありますね。個体差とか全然なくって安定の出来。 これは、イノスケ感ある。今後、フィグマの炭治郎はもう出ることが発表されましたから、今後他のキャラクターとか出た際に、フィギュア用にすごいいいかも。大切に残しておこう。メッキ処理されてるのが、たまんないっすね。じゃあ、これを、アーツに持たせる。まず、滅びといえば、黒いサイドだから、 こういう感じの向きだったよね。これでちょっと、ざっくりマスキングテープで本当に適当に貼っちゃいますが、こんな感じで、いいじゃんいいじゃん滅び感出る変身前の。こういう風に、まあ、このマスキングテープを思いっきりリボン柄で可愛くなっちゃってますけど、こういう風に、ひっつけて使うこともできると。で、こうやって、 手をかけるシーンあったよね、最終回でも。あ、でも今、ちょっと見直したら、向き違った、こっち向きだ。普通に対等するような感じで、こっち向きだね。うわぁ、かっけぇなぁ。ちょっとこれもう抜刀しなくてもさ、アーツ自体がすごいから、ほら、こういうのも、ありっすよね。ひえー。で、こうやって、 刀持って、アルトの方を向きながら、要はアークスコーピオンでここにベルトが出てきてから、刀こう持って、スーッと、そして前にこう持ってきて、変身アクションしてますよね。こうからの、ダンってこう。 突き刺す感じで、ほら <laughs> 本編感半端ないな実際は変身前のアクションですから、あの和風っぽい服装している滅びがやってるアクションではありますが、こういうのがいけるわけですよ。ほら、でもグリップ部分にちょうどいい感じに持ててますよね。うわぁ。例えばこんな感じでちょっと僕の妄想アクションにはなってしまいますが、ちょっと 忍者っぽいですけど、こういうような、剣撃アクションだったり、これさ、ちょっと一旦収めつつ、こっから、抜刀アクション。こういうこと。ガロとかだと、もう鞘自体も武器として使うみたいなかっこいいアクションしておりましたが、ヤはヤで持っておいて、 こういう風に睨みつけるみたいな、こういうアクションもできると。ちょっとこれは、むちゃくちゃかっこいいんだけど、とにかくかっこよく決まりますね。さや手に持つのありだな。この要領で持つ側の手を変えて、まあ、滅びだとこう横側に構えるような、こういうのでもいいのかな。 左右どちらでもアーツなら持たせることができますし、炭治郎の黒闘神が一番多分相性がいいんだけど、善逸の抜刀術のように持たせれば、滅びで雷の呼吸風のこういうアクションもいけると。ちょっとこうね、出してあげるとか、すごくない遊べるなえ、ちょっと待って。 外務に持たせるとどんな感じうわ、すごい当たり前のようにめちゃくちゃ合いますね。鎧武者モチーフの外務には100%それは合いますよね。無双セーバーと持たせても案外無双セーバーが浮かない感じまあ、日本刀だから両手で持つって感じですよね。ちょうどアーツにほんとちょうどいいスケール感で持たせることができますね。こりゃすげえ。 このノリで、はい、このように、イノシの刀とかも問題なく持たせられますので、もっとあれか、こういう感じの、ジャンプ攻撃的な飛びかかって、危ないこんな、こんな危ない武者ライダーはいなかったかなポーズを取らせて遊べますよね。はい、右斬撃、左は構えみたいな。はぁ。まあ、あとはこう、スラッと。 刀外側にしつつ、立たせてみるとか、こういう感じで遊ぶことができます。とりあえず、今回の日輪刀コレクションはアーツサイズにめちゃくちゃ合いますね。これは教えていただいてありがとうございます。特にやっぱ炭治郎の普通の黒刀身のやつと滅びの相性がすごい良い,いし、まあ、こう、最近のアーツの稼働の良さを組み合わせればいくらでもいろんなバットアクションを楽しむことができますね。 なので実際テレビ本編で滅びが変身後に刀を武装してる描写はないんですけど変身前と変身後を合体させたような雰囲気で組み合わせて遊ぶことができます全然さ和風っぽくないのにやっぱキャラ的に腰に対等してる日本刀の雰囲気すごい合いますね以上食エ F トイツ鬼滅の刃日輪刀コレクションの紹介でした